どうもドズルです。はい、ということで今日もクラッシュロワイヤルをお送りしていきたいと思います。さあ、ということで今日はね、今年の冬にリリースされるであろうクラロワの、新カードについて話していきたいと思います。こちら情報はね、連邦のキールさんがツイッターで発表しておりました。ありがとうございます。さあ、ということで、こちらの2枚の新しいカードなんですが、どうやらね、アップルの公式が、クラロワの公式からもらった画像を、表示させちゃったみたいで、こう、多分アップデートの日に表示されるであろう画像を表示させてしまったみたいで、そちらから、海外でももう出回っている画像となっております。なので信憑度はかなり高めというか、もう公式画像といっても間違いないんじゃないかなと、言った画像でございます。で、左上から注目していただきたいんですが、左上ね、これどう見てもスパーキーですよね。ミニスパーキーかな、ミニスパーキーで、しかも頭の部分が上に向いてるんですよ。スパーキーって今まで目の前にこう向いてるじゃないですか、スパーキー部分というか攻撃部分が。今回は上に向いてるということで、もしかしたら空に攻撃するスパーキー、スカイスカーピースカーピーって言っちまった、スカイ向けスパーキーかもしれません。それかもしかしたらテスラみたいに陸も空も攻撃できるスパーキーなんじゃないかなといったところで、個人的な性能の予想としては、そうだな、4コストで陸も空も攻撃できて、まあ一発がどうだろうな、テスラよりだいぶ弱いみたいな。だから陸しか攻撃できない一発一撃が大きいテスラよりも使いやすいんだけど、まあちょっとね、性能的には劣るよみたいなカードなんじゃないかなと予想しております。そして、これは予想ですよ、もちろん名前もスパーキーが入ってるかどうかも分かりません。さあ、ということで、もう一枚のこちらのおじさんなんですけれども、こいつはね、強そう、一言で言ってパワフルなニューカードって書いてあるんで、とにかく強そうですね。で、高エイニットっぽいですよね、銃を持ってるんで。なんで今までムートとかホバリング砲とか、最近ね、こう人じゃなくて機械系が多かったんで、久しぶりのこう人の、新しいユニットかなと。しかも高エイニットね。で、今回のこの高エイニットの追加で、結構ね、私のこれは、ここからはもう本当に私の雑談なんですけれども、高ユニットってもう3コスも4コスも5コスも結構埋まっちゃってるんですよね。特に4コス5コスというところで、このね、立派な銃を持ってるおじさん、個人的には6コストなんじゃないかな。6コストのめちゃめちゃ強い高ユニットか、もしくは4コストの陸しか攻撃できない高ユニット、空には撃つことができない、陸に結構強めの銃を撃つ4コストの高ユニットなんじゃないかなと勝手に妄想しております。新カードはね、この妄想するっていうのもまた一つ楽しい行事ですからねまだね、全然詳細が出ていないんですけれども、またこいつらの詳細多分近日中にまた出るんじゃないかなと思いますので、また出たらね、速報で動画でお送りしますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、皆さんのね、ぜひこいつらの予想というか性能の予想もぜひコメントで書いてみてください。一番ね、こう当たってた人はおーみたいになるんでぜひコメントしてみてください。ということで、今日の動画はじゃあこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。